さあ今日も地下まで掘っていきますか。 LLM 卒業後のとある矛盾でございます。まあ、これはちょっと前からおかしいなと思ってたわけですけれども、小室さん LLM 卒業後になぜニューヨーク司法試験を受けなかったのかなと。っていうのは小室さんはフォーダム大学からフォーダム大学の LLM に入学する資格を有していると判断されているわけですよね。まあ、いわゆるジュリスドクターか、もしくは司法修習を終えていること、それと同等の教育を受けているロースチューデントであると小室さんは認められているんですよね。まあ、そうなるとニューヨーク司法試験を受けれそうですよね。でも小室さんが LLM を卒業された時に上島さんこう言ってたわけです。ニューヨーク司法試験の受験資格はないと認識していると、予定通り JD に進学しますよとおっしゃられているわけです。でなるとここで F 代の判断って本当に正しいんですかって感じになってくるわけですよ。おかしいんじゃないのかなと。当たり前なんですけど、ジュリスドクターを国際企業戦略研究科の経営法務コースにごまかすっていう手法忖度で彼らはやってると思いますからね。で今回はその補足なんですね。こちらを見ていただきましょうか。法輪リーガルエデュケーションと、で小室さんがニューヨーク司法試験を受けるにはどうしたらいいんでしょうかという話が書いてあります。これちょっと長いので要約されたブログ、 LLM 留学挑戦記というブログがありますので、そこから引用させていただきましょう。ニューヨークバーの受験資格要件です。日本からの留学生の場合、1番目、日本において放送資格を取得するために必要な教育を受けたこと、かつ法律の学位を取得したこと。この取得した学位が2です。日本において認可された学校から授与されたものであること。小室さんは明らかに満たしてないですが。3番目、米国で認可された大学と同等の機関で実質的に履修したこと。で4番目、教育を受けた国の法律が顧問論に基づくものであること。受けた教育が米国での教育と同等であること。まあ、しかし日本の法律は顧問論ではないので、これ4を満たさないと。で4を満たさない場合は LLM プログラムを終了することで当該条件を満たすことができるよと。まあ、あとは単位運のいろいろ取らないといけない単位とかがあるんですよ。まとめてみると、日本において放送資格を取得するために必要な教育を受けていること、まあ、普通のちゃんと認可された学校でね、なおかつ LLM を出ていることと、まあ、そうなってくるわけですね。あとは単位とか運のいろいろ大雑把に言うとそんな感じですね。じゃあ、こっちを見ていただきたいんですね。これは何かっていうと、小室さんがフォーダム大学に留学する前の LLM のエリジビリティなわけですね。入学資格要件になってきます。でこれは以前から見ていただいているように、この履歴は2017年ぐらいまでしかないんですね。これは差し替わっていて、ページがね、2018年の、ね、8月9日に、まあ、おそらくこのページは新しいものになっております。でその新しいページになっている先っていうのはこちらになってきます。カッコで囲んである JDLLB オアザイクイバレントとあるわけですけども、じゃあ何を書いてあるかっていうと、外国で教育を受けたものは小室さんですよね。米国で ABA の認可を受けたロースクールが提供する法学教育と実質的に同等であると認められた外国のロースクール法学部法学科の学位を保持していれば、 LLM プログラムへの応募資格を得ることができるんですよと。このような教育はその国も弁護士資格取得のための教育要件を満たしている必要があるんですよと。なおどの、司法管轄区の弁護士資格を取得しても資格基準を満たすことができるというわけですね。これ確実に小室さんは満たしてないんですけどもね。まあ、ってなると、ちょっとおかしいなとなってくるわけですね。じゃあ、これを仮に満たしているならば、この LLM エリジビリティ、まあ、いわゆる過去の状態のこれを満たしているんであれば、ニューヨークバーエクザムをですね、受けれそうじゃないですか。これプラスですね、LLM 卒業していればね。まあ、なんか受けれそうな感じしますよね。はい。まあ、あとは単位とか運のありますけども、1番とか2番は満たせるんじゃないのかな。まあ、さっき言ってた日本において放送資格を取得するために必要な教育を受けたことと、まあそういうわけですよね。まあ文言が一致しますからね。こっちにはその国の弁護士資格取得のために教育要件を満たしている必要があると。これ認められたら教育要件を満たしますよね。じゃあニューヨークバーのルール520-6-1-2、日本において放送資格を取得するために必要な教育を受けたことと、まあそれが認められそうな気がしますよね。まあそういうふうな話になってくるわけです。これは変えられたわけですよね。それが以前言ってたように2018年の8月9日ぐらいなんですね。これは HTML のダブリンコアメタデータってクリエイティドっていうのをコンテンツとして取ったと思うんですが、まあ、そこで2018年の8月9日に出てき
来ているので、このページが作られたのはおそらく2018年の8月9日にやってくるんじゃないのかなと、そういうわけです。これ何が書かれてあるかっていうと、 LLM の出願資格、 LLM プログラムへの応募者は通常入学時に ABA の認可を受けた米国のロースクールで JD を取得するか、外国のロースクールや大学で第一法学士 JD、LLB またはそれに相当を取得していなければいけないと。で、小室さんでこういったものを使ってホスチューデントって言ったんでしょうね。これ8月9日だとすれば、小室圭さん米国留学で出発と言ってらっしゃいに無言と、エイミアッキーの長女マコさんとの婚約が内定した小室さんが7日米ニューヨークのフォーダム大学ロースクールに留学するため成田空港から米国に向けて出発したと。これ8月7日なんですね、行ったのが。その2日後ぐらいになんか書き換えられていると、新規作成されているようなページにしか私見えないんですね。これが8月9日に作られたんであれば、小室さんが適用される LLM のエリジビリティっていうのは私的にはですね、こっちな気がするんですけどね。2017年ぐらいのとこまで履歴残ってますからね、こっちな気がするわけですよ。じゃあそう考えた場合、小室さんがこっちが認められているんであれば、まあ、さっき言ったようにニューヨークバーのエグザムの受験資格を満たしてるわけですよね。まあ、そうなった場合なんで受けなかったんですかって話になってくるわけです。まあ、そして上柴さんの証言とね食い違ってくるわけです。上柴さんは LLM を卒業した後にまだ受験資格がないと認識しておりますと、フォーダムの判断本当に正しいんですかってなってくるわけですね。まあ、かなりこれが怪しいポイントなのかなと思います。ちなみにこちらの URL が、まあ、いわゆるエリジビリティなんですよね。ちょっとちっちゃいんですが、こちらの URL が http://fordamedu.info/21170 のアプライの5169のエリジビリティと書いてあるじゃないですか。この URL を覚えておいてほしいんですね。この URL は住所みたいなもんですよ。まあ、そこにいますよと。じゃあ、これを見ていただきましょうか。で、さっきの URL ちょっと入れてます。このページに飛んでみます。ってなるとどうなるかっていうと、これ飛びますよ。なんか URL 変わりましたよね。fordamedu.info/21320 にアプリケーションインフォメーション5169LLM エリジビリティとあるわけですね。なんか飛びましたよね。もう一回やりましょうか。こっちですね。エリジビリティじゃないですか。じゃあこれを叩いたらいけますよね、このページに。ちょっとこれ叩きました。まあそしたら URL 変わりますでしょ、これ。LLM エリジビリティになるでしょ。で、今のページ飛んじゃうんですね。というわけで、ね、さっきのエリジビリティだけはリンク切れを起こしてるんですよ。リダイレクトしてるんですね。っていうのは、さっきのエリジビリティのページが叩かれて、こっちの新規ページに飛ぶようになってるわけです。例えばそんなケースあるかは知りませんけども、ものすごい過去にですね、問い合わせをしていた方がいらっしゃって、これはまあ別に一般例ですよ。この過去のリンクをしてたと。で、それ叩いてみたと。あれ、リンクが切れてると。じゃあ、そういう人は新規のページ飛ばしたいですよね。ってなった場合にリダイレクトと使ったりする。まあ、そういうわけで、このさっきのエリジビリティがですね、この LLM エリジビリティになりましたよね。というわけで、さっきのこれはもう存在しないページになっております。で、この過去の URL を打っても、こっちにリダイレクトされて飛ばされてしまうわけです。もういないよと、そのページは。で、代わりにこっちを見せてるわけです。これは幻のページになってしまったというわけです。なんで差し替えたんでしょうかと思いますけど、そのままだと都合が悪かったんでしょうか。そんな風にしか私は見えませんけどもね。以上です。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。